皆さんこんにちは。ゆっくりです。本日は怖い話詰め合わせパート170をお送りいたします。どうぞゆっくり聞いていってください。第1話、声がする。ちょっと前のレッスンに耳元で声がする話があるけど、これもその類の話です。中学校からの友人 A に聞いた話。その A の高校時代の友人に B というのがいて、自分は違う高校に進んだが、B のことは名前だけ聞かされて知っていた。この B と、その彼女の C 子が幽霊だかなんだかに取り憑かれたらしかった。A が B から聞かされた話では、ちょっと意識が散漫になっている時、不意に耳元で呼び声がするのだとか、聞き取ろうと耳を澄ましていると、そういう時には何も聞こえず、別のことに気を取られていると、急に呼びかけられて驚かされる。無論、周りで実際に誰かが呼んでいるわけではなく、テレビなどが原因でもない。しかも、自分が呼ばれているということはわかるのに、具体的に何と言っているのかはわからず、動物の鳴き声が偶然人語に似た音になったみたいな感じなのだという。驚かされたり気味が悪かったりするだけなら、慣れたり我慢したりもできるかもしれないけれど、寝入り花にこれに何度も呼び起こされるので、辛労でヘロヘロにならないと眠りにつけず、B は日に日に憔悴していった。これが B 一人の話なら、何かの精神疾患と考えなくもないのだが、時を同じくして、C 子も同様の怪現象に悩まされていた。二人とも、怪現象に見舞われる前に心霊スポットに行ったとか、いわくありげなお札を剥がしたとか言った、怪しい行いはしていない。ただ、一緒に山間部にドライブに行って以来のことだったので、実は知らずに事故現場に備えられていた喧嘩を引いていた的な、罰当たりな何かをしていたのかもしれないと考えた B は、再度そのドライブコースをたどってみることにした。心身の疲労と、例の声のせいで運転を誤る危険を考慮し、A が運転した。しかしながら、問題のありそうなものは見つからないまま、全行程走破。それでもきっと、万が一でも A の飛び火の防止と、藁をもつかむ心境から、山裾にあった神社でお祓いをしてもらうことに。一応、神主さんに事情を話してみたものの、別に地元にそういった声の怪異の言い伝えなどがあるでなく、君には何か悪いものがついている。払って信じよう。的なイベントもなし。逆に、気のせい、とか言って門前払いになることもなし。そこの神主さんは、付き物落としなんてやったことはなかったが、それでも厄払いみたいな感じの信じをしてくれた。これが本当に聞いたのか、元より病は気から的な現象だったのか。このお祓い以降、めでたくも B は、霊の声から解放された。それで B は、C 子にも同じことをさせようと電話したが、何度電話しても C 子は携帯に出ず、メールにも返事がない。仕方がないので C 子の家電に電話をかけると、C 子は入院したとの返事。以降は B が D 子、B。C 子に共通の友人から聞いた話になる。C 子は霊の声に怯え、これが聞こえないように耳に清めの塩を詰めたらしい。もちろん、そんなことをすれば外耳や中耳に炎症を起こす。
耳の痛みにのたうち回るシーコ。彼女的にはこの痛みも、例の仕業だった模様。お家族が病院に連れて行き、そこで例の声から逃れるために、耳に塩を詰めた、という話が出て、シーコは今度は心療内科だか精神科だかにかかることになった。こんな状況で、シーコの家族に対し、お祓いを受けさせましょうなんて言っても、うさんくさがられるだけでしかない。以降、B はシーコと連絡が取れなくなった。現在シーコは、薬のせいか何か知らないが、日がない一日、ベッドの上で、ぼんやり、と情緒不安定との間を行き来して過ごしているのだとか、今も入院中なのか、在宅なのかは不明。自分が聞いたのは以上です。霊現象とも神経症とも取れる話でした。第2話、最終退出者。以前働いていた東京の会社で体験した話。この会社は8階建ての建物の6階部分をワンフロア曲がりしてオフィスにしていた。それぞれの階は100人以上が収容できる中規模クラスの建物だ。この建物のその他の階にはそれぞれ別の会社が入っていたのだが、収容人数に対してトイレの個室の数が極端に少ないため、非常階段を上り下りして、他の階のトイレを利用させてもらうことがよくあった。この建物は夜、各フロアの最終退出者が施錠すると、自動的にセキュリティが設定され、最終退出の後は、2、3分後に空調及び照明がすべて落とされてしまう。エレベーターもその階を素通りし、非常階段の鉄皮も内側からのみ開くようになるので、警備員を除いて、階段側から共用廊下へ侵入することができなくなるのだ。当時私の部署は納期直前の時期に差し掛かっていたため、残業がひどく、早朝から深夜まで仕事に縛り付けられていたので、唯一の憩いの場が、トイレの個室になっていた。夜10時頃になり、一呼吸入れるためトイレで休憩することにした。同僚から見とがめられるのを避けるため、わざわざエレベーターに乗り、8階のトイレの個室に入って、しばし携帯電話でニュースを読む。この8階は、我々の会社と同じく、IT 関係の会社が1店舗入っていたと思う。ほどなくして、その階の最終退出者が施錠し、ピッ、ピッ、ピッ、という一定リズムの電子音が遠くで鳴り始めた。自動セキュリティ開始の合図である。それを意識の外でぼんやり聞きながら、構わず携帯をいじっていると、2、3分後にすべての照明が落とされた。不意に目の前が完全な闇に包まれる。それまで静かに聞こえていた空調の音も消え、見えるのは自分の携帯電話から発せられる。バックライトの光だけだ。このような状況にはこれまで何度か遭遇していたので、のんびり慌てずに霧のいいところまで携帯電話を操作して、いよいよ個室の扉を開けて、外へ出ようとした時だった。不意に人の声が聞こえてきたのだ。その声はぼんやりとしていて、話す内容まではよく聞き取れなかった。しかし聞き耳を立てていると、徐々にこちらへ近づいてくるようだ。最終退出の後、警備員が確認に来たのだろうか。すでに消灯されてから5分以上が経過していたので、
このフロアとは何も関わりのない私が、この場にいるのは極めて具合が悪い。とりあえず相手をやり過ごしてからこっそり出ようと、ドキドキしながら聞き耳を立て続ける。居室以外の共用部分は、どの階も作りが同じになっていて、見るからに安物の実用一辺倒なみすぼらしいカーペットが敷かれている。そこからトイレに踏み込むと、耐水性を優先したリノリウムの床になる。カーペットを歩けば、軽い気ぬずれのような音がするのだが、履物によっては、あまり音が聞こえない場合もある。それに対してトイレに入れば、いかなる履物でもすぐにゴムが擦れるような、キュッ、キュッ、という特徴的な音を立てるため、仮に忍び足で歩いたとしても少なからず、摩擦音が聞こえるはずだ。声がいよいよ近づいてくる。しかし相変わらず内容ははっきりとしない。それどころかとても陰鬱な、ボソボソした独り言のような声なのだ。そもそも警備員が二人で歩いてきたとすれば、そんなに小さな声で話すだろうか。なおも、声が近づいてくる。心臓が徐々に激しく鼓動を打ち始める。その声はトイレの入り口のあたりに差し掛かったようだ。しかし何も足音は聞こえない。声からすると移動はスムーズによどみなく続いている。しかし気ぬずれや足音が一切聞こえないのだ。どうし、こ、な、に、ど、し、こんな、不気味な声が近づいてくる。わずかずつではあるが、聞き取れる部分が増えてきた。だが、相変わらずボソボソとした声で、途切れ途切れにしか聞こえない。その声がトイレの入り口のあたりで、一旦足を止めたようだ。本当に警備員だろうか、なぜなら足元の隙間から懐中電灯の明かりなどが一切漏れてこないのだ。数秒間その場に留まった後、再び声が聞こえ始めた。どうやらさらに近づいてくるようだ。どうして、こんなに、どうして、こんな、子に。相変わらず足音は聞こえない。だが、どうやら自問自答するような言葉を繰り返しているようだ。俺は入り口から最も遠い個室に入っていたのだが、すでに声の感じからすると、入り口のすぐ横の洗面所のあたりまで近づいているようだ。そしてこれまで聞き取れなかった陰鬱な声がはっきりと聞き取れ始めた。どうして、こんなことに、どうして、こんなはずではなかったのに。その声を聞きながら全身の鳥肌が一斉に逆立つのを感じた。何かを後悔しているようだ。しかしその声が地獄の底から聞こえるような、非現実的な響きを伴っている。全身から、嫌な油汗が流れ始める。鳥肌が一向に収まる気配もない。声の陰鬱さもそうだが、どうして足音がしないのだろう。そして、なぜこれほどの完全な暗闇の中を、独り言をつぶやきながらトイレに入ってくるのだろう。そういえば、8階のトイレは俺がこのビルで働き始めた2年前から、いつも故障中の張り紙が貼られた個室が一つだけあった。なぜ2年間も故障したまま修理されないのだろう。これまで別の階で水が溢れて大騒ぎになったことがあったが、その時はすぐに修理されて、使えるようになったのではなかったか。まさか、と嫌な予感が頭をよぎり始める。その故障中の個室は、
俺がいる個室のすぐ隣にあったのだ。個室のすぐ外、私のいる場所から1メートルも離れていない場所で、再び、どうして、こんなことに、という声が聞こえた。ぞくりとして身動きできないでいる。呼吸すら全くできない。携帯電話は省電力のために、すでに消灯し、少し前から完全な暗闇になっている。自分の目が開いているのか閉じているのかもわからないくらいの、完全な暗闇だ。その数秒後、何かを絞ったような、キシキシキシ、というきしみ音が聞こえたかと思うと、うぐ、ぐう、うー、という、くぐもった苦しげな声が、隣の個室の中から、聞こえてきたのだ。それと同時に、個室の壁をめちゃくちゃに暴れて蹴飛ばすような、ドカン、ドカン、ドカン、という大音量が立て続けになり始めた。突然の出来事に死ぬほど怯えながらも、その大音量を合図に手探りで鍵を開け、うわぁ、と思わず叫びながらトイレの個室を飛び出した。しかし完全な闇で、扉を開けた後も何も見えない。自分がどちらを向いているのか、出口がどちらにあるのかもわからない。慌てて携帯電話のボタンを適当に押し、しばらく待ってから淡い光を前方に向ける。隣の扉はやはり閉まったままだ。誰の姿も見えない。しかし、ドカン、ドカン、ドカン、という恐ろしい音が鳴り響いている。携帯を握りしめたまま、うっすらと見える道を必死に走り、転ばないように最小限の注意を払いながら、非常階段を目指す。ようやく鉄の扉にたどり着いて、ドアのレバーを押し下げるが、扉がガツン、ガツン、と何かに引っかかって、押しても引いても全く開かない。うわぁ、ドアが開かない、開かない、誰か開けてくれ。と叫んだが、ふと見るとドアロックを90度回して解錠しながら、レバーを下げなければ開けられないことを思い出し、転げ出るように非常階段へと飛び出した。その階段も真っ暗に消灯されている。もともと、胴体センサーで動くものを捉えて、蛍光灯が点灯するようになっていたので、気にせず階段の手すりを手探りで探し当て、転げ落ちるように階段を駆け下りた。自分を追いかけるように、背後から点灯していく蛍光灯。その光に励まされながら階段を降り続け、自分のオフィスがある6階までたどり着くと、非常ドアを引き開けた。いつもと変わらない、明るい共用部分にほっとする。8階の開かずの個室だが、これまで変な噂は一度も聞いたことがなかった。我々の会社の他の人間も、時折8階のトイレの個室を使う者がいたようだが、私のような体験をした者は一人もいなかった。この話は会社の誰にも相談できなかった。だがそれ以降、どんなことがあっても決して最終退出者にならないよう、気をつけたのは言うまでもない。第3話、赤ちゃんの記憶。赤ちゃんの頃の記憶なんだが、俺は布団の上に寝てるんだ。隣にマミーが座っててな。前方の窓が開いてて、外は夜なんだ。俺は外をぼーっと見てたんだが、そしたらそのうち下から太陽が昇ってきたんだ。すごい速さだった。5秒ほどで夜から朝になったんだ。
俺は対応すら理解していないようだったが、何かおかしいと思ってマミーに。あれ何かがすごい速さで登ってるよ。みたいなことを指さしながら言ったんだ。だがマミーの反応はまるで理解していない。で、よしよしどうしたの？って赤子をあやす感じだった。おそらく俺は言葉を発せる年じゃなかったんだろう。だが頭の中では確かに喋ってたんだ。夢だったのかもしれない。しかし赤ちゃんの頃の夢の記憶だとしても、喋っているのは不思議でしょうがない。今でも鮮明に覚えている、赤ちゃんの頃の記憶でした。第4話、馬鹿される。大して怖くないかもしれませんが、体験談を、友達の実家で夜遅くまで遊び、私の家に行こうということになり、夜中1時くらいに、片道1時間の山道を車で走りました。その山道はずっと一直線で、途中十字路が2、3あり、最後に T 字路にぶつかり、それを左に曲がる道順でした。友達とたわいもない話をしながら走ると、T 字路になったので曲がりました。そこから10分くらい走ると、明らかに違う道で山中へと入っていき、友達と、何かおかしい、引き返そう、ということになりました。引き返してみると、T 字路と思い曲がった場所が、十字路でした。私も何度か通ったことがある道だし、友達はよく実家に帰っていたので、間違えるはずはなかったのです。今思うと、狐や狸の類に化かされたのかもしれません。第5話、おかん。昔からオカルト話好きだけど、霊感とかっていうのは特別ないと思ってた。だけど、一度自分でもちょっと信じがたい実体験がある。それは、かれこれもう10年くらい前になるけれど、ドライブ好きな私と、その頃付き合っていた彼氏といつものように街中をドライブ。その頃、週末、土曜日の20時頃、は、彼の家の近所をブラブラする安上がりデートが主流だったので、その日も音楽を聴きながら楽しくドライブしてました。それで、ちょうど市道のある場所を通りがかった時、突如何とも言えない激しい悪寒に襲われました。急に体調悪くなったのかな？と思いながら、ふと助手席から左サイドを見ると、いつも見慣れていた団地があった。ただ、その夜はその団地を見た途端、その悪寒はさらに増幅した。以前からよく知ってはいたけれど、古いのも手伝って、なんか暗い団地だなーって印象は持っていたが、この夜はいつもよりなんとも言えない不気味さが。ただ、団地はいつものように静まり返っていましたが、今でもそれぞれの階の上や塔の不気味さが忘れられません。その後、その場所から車が離れると急激に体調も良くなってきて、この出来事は忘れかけていました。それから約1週間ほど経ったある日、何気にテレビのニュースを見ていると、どこかで見た覚えのある団地が映っています。そうです。あの古い団地でした。それでそのニュースの内容が気になり、急いで見てみると、老夫婦惨殺される、の報道が、借金絡みによる犯行だったらしいのですが、部屋の中は血の海だったそうで、血の海というのも相当怖いのですが、これはまだ序章で、
私がもっと震え上がったのは、その後のこと。その犯行が行われたとされる時刻がちょうど先週の土曜、私がちょうど通りかかった、あの20時頃ということでした。あのおかんは、偶然にしても、あまりの一致にやはり愕然とせずにはいられませんでした。ちなみに、この団地は関西の大志の D 団地というところですが、その後、その彼とは別れたので今でもあるかというと不明なのですけどね。第6話、虫の知らせ。自分的にシャレにならなかった話。ネタにするのはあれかと思ったけど、どうか。俺、某ビジュアル系バンドが好きで、特にギタリストが好きで部屋にポスター貼りまくってたのよ。ある夜寝てたら、顔になんか乗っかったんで、なんだ、と思ったら、そのアーティストのポスターが剥がれて顔に落ちてた。そのバンドのメンバー全員のも貼ってて、特に好きだったそのメンバーのポスターは、ベッドからちょっと離れた壁にしっかりと画鋲で貼ってて、変だなと思ったけど、朝貼り直すかと思いそのまま寝た。次の日起きてニュース見て鳥肌立った。そのメンバーが自宅で首吊って亡くなったって。その後ショックで学校サボって泣いてた。ただの一ファンだったけど、虫の知らせというか、そういうものだったのかな。第7話、役。自分の祖父、母方は結構霊感が強い。多くの体験があり、知り合いなどから相談を受けたり、除霊もしたことがあるらしい。また祖父は自分の体験を語ることはしない。なので気になった自分は父に聞いてみた。すると、父は昔祖父に付き合わされたことがあるとのこと。そして父から聞いた祖父との体験談の中でも、個人的に怖かった話を語ろうと思う。それはおじい、父方が父に相談を持ちかけたことから始まった。家は丸か信者が多く、相談を持ちかけたおじい、父、祖父もそうでした。不快感を感じる人もいるかもしれませんが、事実なのであえて書きます。おじが言うには、知り合いの学会員が近頃様子がおかしく、これは霊的なものでは、とのこと。父はそんなこと信じなかった。しかし万が一ということもあるとのことで、祖父に霊視を依頼。おじはその地区の学会員幹部を連れ、父、祖父、おじ、幹部の4人でその学会員の自宅へ行った。学会員が言うには、自分に異変が起こるようになったのは、心霊スポットに行った後かららしい。祖父は学会員を一括するとその家に上がった。家に入るや否や、祖父はあそことここだなと指を指す。それは札の貼ってある場所だった。この家はあまり良くないと言いながら、仏前。助かるかそうでないかは気の持ちようだぞ。祖父がそう言うと、みんなは題目を唱え始めた。数分後すぐに変化があった。学会員が合わせた手を痙攣させながら、頭を上下に振り始めたのだった。こやきつねつきだ。みんなしっかりしろ。祖父がそう言うと幹部は起こしたのか、腰を抜かして泣き始めた。仏壇のろうそくの火が信じられないほど大きく燃え上がり、学会員はうめきながら手足をじたばたさせる。父とおじが必死に押さえつけ、ただひたすらいなくなれと念じ続ける。
そんな異様な光景がどれだけ続いたのか、父は覚えていない。父が気がついた時、泣きじゃくる学会員に祖父はもう大丈夫だと励ましていた。その帰りに祖父と父はいろいろ話をした。学会員などいざという時何もできないとか、学会活動はしなくていいが、新人というものはなくしてはならんとか。わざわざ心霊スポットに行って疲れてくる奴は、死んだ方が人のためだとも言っていた。他人に悪を振りまくかららしい。祖父の言っていたことは的中した。あの体験の後、毎年のように悪が降りかかった。母が流産。おじが突然行方不明に数年後崖に立っているところを発見されるがその間の記憶がない。祖父、父方が突然死。祖母、父方が骨折。その翌年脳一血で死去。祖母、母方が心臓病に、祖父が癌に、今は治りかけてます。母が精神病&脳に腫瘍ができる。妹が行方不明になりかける。兄が何もないところで突然転び、肘を複雑骨折。自分は生まれた直後脱水症状を起こし衰弱し仕掛ける。父は5回近く入院、一時期精神病になった。心霊スポットに行くのは自己責任ですが、周りに悪が降りかかることを忘れないでください。除霊を受けた学会員の家はその後全焼したそうです。除霊を受けた本人は、今は音信不通だそうです。第8話、昔話。俺は気づけば小学校2年生ぐらいから、周りには見えないものが見えてた。初めて見たのは、その年亡くなった俺の祖父。当たり前に見えてしまって、みんなこうなんだって思った。学校へ行ってからそんな話で盛り上がれるもんだと思ってた。当然そんな話を切り出せば、最初のうちはみんな面白がって聞く。一緒に近所のお墓行っては、いる。とか聞いてくる。で、だんだんと、ああみんなには見えないんだ、と何か自分だけが特別みたいなことを考え始める。やがて言われのないいじめを受ける。あれは嘘だ、と。小学校にはすでに行きたくなかった。行ってもなんとなく勉強して、休み時間はひっそり過ごして。俺は小学校3年生になってたわけだが、うちのクラスは特別陰険な奴が一人いて、そいつとはあまり仲良くもなかったので、そんな話はしたこともなかったのだが、いつの間にかそいつが筆頭でいじめがエスカレートしていったある日、そいつが一緒に帰ろうと言い出した。嫌だと断るとそいつは怯えた目で俺を見ていた。何か聞き迫るような表情だったので、それ以上断れず、そいつ H としよう。H と一緒に帰った。あれは忘れもしない8月4日、未だに日付まで覚えてる。よほど印象に強かった出来事なんだろうと今でも思う。H と二人で歩いていたが、H は最初無言だった。俺も無言だった。国道脇を通る道だったので、車の音とセミの声がやけにうるさく感じたのを覚えてる。やがて帰る方向が分かれるため、俺は、じゃあね、と言って去ろうとした。じゃあねの、ね、が言い終わるのと同時ぐらいに、H は、うちへ来て、と言った。俺はなんか仲間が待ってて、嫌がらせでもされるんじゃないかと思っ
断ろうとしたのだが、どうも H の目がおかしい。っていうかよく見たら泣いてた。これはただごとじゃないんだな、と思って、俺もなんか自分が特別みたいなアホなこと考えてたから、ヒーローにでもなった錯覚だったんだろうな。わかった。で、H の後についてった。彼の家はごくごく普通の一軒家なのだが、夏だというのに、凍りつくような寒さだったのを思い出す。すでに第六感は入ってはならないという警鐘を鳴らしていた。しかし H は何も言わず家に入っていく。仕方ないので黙ったままついていくと、ごく普通の玄関を通り、そのまま彼の部屋へ通され、カバンを下ろすと H は、見てほしい。とだけ言って、俺についてくるように促した。心臓はバクバク言って、本当はもうすぐにでも帰りたかった。彼に案内されるがままに、一階の一つの部屋の前で H の足が止まった。そっと襖を数センチだけ開けて、H が中を覗く。そして俺にも見るように目で促す。怖かったが、それでも少し好奇心があったんだろう。俺もそっと覗いてみた。その部屋だけは、この世のものとは思えない、異様な光景だった。ここだけはうろ覚えなのだが、H の母が包丁を左手に持ったまま、下着姿で仰向けになっていた。息がかなり荒く、仰向けのまま、はぁ、はぁ、と息切れとか、そんなレベルではない苦しそうな呼吸だった。死んでいたとか誰かを殺したわけではなさそうだが、壁や障子、至るところを切り裂いたのはわかった。部屋からは悪臭も漂っており、スーパーで売ってるような肉が、生のままそこら辺に散乱していた。その部屋は客間だったようで、床の間があったわけだが、そこに誰かが正座していた。しかも表情が笑っている。老人なのだが、男女の区別はわからない。土系色の肌に、ボサボサの髪、薄紫っぽい着物で、目玉がない。心霊番組の見すぎだったかもしれないが、この怪現象はあのせいだ、とすぐに思った。途端に老人はこちらへ首を不自然な動きで向けた。もうやばい、本当にやばい。身に迫る本当の危機を感じて、激しく襲ってきた頭痛と吐き気をこらえながら、H の手をつかみ、必死でその家から逃げた。俺の家まで数百メートル。後ろも振り向かず、二人とも全力で走った。俺の家ではたまたま親父が仕事休みのため、両親ともいた。そして H の家のことをありのままに話した。H からの話もいろいろ聞けた。つい昨日から穏やかだった母が錯乱したとのこと。父とは離婚しており、片親だけだったそうだ。そこで俺は初めてうちの両親もそういう存在を感じる人だということを知った。だからそんな話を真剣に受け止め、親父は H だけを連れてどこかへ行った。家にいた俺はいろいろと考えていたが、落ち着いた頃、ランドセルを忘れたことに気がついた。そしてその日の夜、親父は俺のランドセルと H を連れて帰ってきた。何があったのか、今でも話してくれないのだが、もう大丈夫、とだけ言った。結局 H の母は入院し、あの日あの後何が起きたのかはわからないが、親父がそんなお払いとかなんて、できるわけないと思っているので、
仲のいい和尚にでも言ったのかもしれない。それからは H とよく遊ぶようにもなり、クラスでのいじめじみたこともなくなっていった。あの日あそこで見たことは何だったのか、今でもよくわからない。だがこの話で一番怖いというか、すごいと思うのが、H はこの話を覚えていないことだ。今でも付き合いがあるので、ある日話したのだが、とぼけてる風でもなく、本当にそんな体験してないよ的な感じだった。人間あまりに怖い思い出とかって、記憶からデリートできるもんなのかね。第9話、声の主。そんなに怖くないけど、ふと思い出したので書いてみる。去年の夏頃の話。ある日母に、あんた昨日の夜中にトイレで電話してたでしょ、と言われた。全く覚えのなかった私は、してないよ、と答えたんだが、母は、本当にしてないの。と何度もしつこく聞いてきた。その前日の夜中、母がトイレに行こうとしたところ、電気がついており、中からボソボソと人の話す声が聞こえてきたそうだ。ドアに耳を近づけてみたが何を言っているのかまでは聞き取れず、まあまるまる、私、が友達と電話しているんだろう、とそのまま寝たらしい。朝にはきちんと電気が消えていたので、やっぱり私だったんだと思ったとのこと。他の家族にも聞いてみても、誰も夜中にトイレに行っていないという。声の主の正体は今でも不明。ちなみに母は、小学生の頃に UFO らしき物体を間近で見たり、今の家に引っ越してきて間もない頃、15年くらい前、に幽霊らしき男を見たりしているらしいが、霊感があるというわけではない。第10話、土着信仰。俺文才ないし、誤字脱字もありまくるかもしれないが、カバーしてほしい。俺の親の実家の墓には、明治以前の遺骨が入ってない。なぜかというと、その実家がある山奥の集落には、独自の土着信仰があって、なかなか仏教が定着しなかったから。というか、明治まで寺という概念がなかったらしい。その、土着信仰、なんだけど、結構特殊なものだった。とあるホラーゲームの影響で、俺は学校のレポートの題材にそれを選んだ。そもそも土着信仰とは、外界との交わりのない集落において発生する、集団催眠が発展したようなものだと俺は思っていたから、その、土着信仰、を信じてなかった。正直霊的なものとも無縁だったから、この話をシャレコ忘れに投稿することになるとは思ってなかったけどね。まあ、それでその、土着信仰、は、簡単に言うと、山を信仰していたという感じのものだった。その、俺の祖先とも言える人々が住んでいた集落は山に囲まれたところにある。もちろん海なんて馬鹿のように遠いし、前述のように仏教より土着信仰が定着するような世界だったから、食料はほとんどが山の幸だった。魚も山の川で獲れるもの。畑も山から流れ出る川の水が必要不可欠であったし、季節の山菜も大切な食料であった。もちろんイノシシや熊といった動物の肉も、山なくしては得られない。山に支えられて生きてきた集落だったから、独自の山中心の輪廻思想
が作られた。山の作った糧を得て、生活を営み、死んだら山に帰り、山の養分となり糧を生み出すって感じ。そこで、また独自の埋葬方法が生み出された。それについては、後で述べたい。ただ、俺は集落で聞き込むうちに、山が神格化されていたわけではなく、山に住む神様に対する信仰があり、そこから山中心の輪廻思想ができていたと知った。それが問題だった。その山に住む神様を、俺は簡単に山神と呼ばせてもらう。その山神様の何が問題かというと、よくある鶏が先か卵が先かの話に例えたい。信仰対象であるものが同じもの、山イコール神様の場合、鳥イコール卵であり、どちらを先にしても、どちらも同じものなのだから問題ない。しかし、山イコール神様でないとすると、山が先にあり、信仰されていたから、そこに神様が生み出されたのか、それとも、神様がいたから、その山が信仰の対象になったのか、と、鶏が先か、卵が先かの問題が始まる。聞き込みを鵜呑みにするのなら、後者で間違いないのだが、俺は山に住む神様だの、幽霊だのに、会ったこともないのだから、信じていなかった。集団催眠として扱うのなら圧倒的に前者の方が楽だったこともあり、俺はその山神様の調査をはじめ、存在を否定しようとした。まず、以前聞き込んだ家も含め、家々を訪ね、山神様について聞き込んだ。おじいちゃんのおじいちゃんが見たことがあると、おじいちゃんから聞いたことがある。バイヨボヨボのおばあちゃん、といった、骨董品的な目撃情報や、ご丁寧に目撃した人物、場所、時間、山神様の格好、反応をまとめて、本のようにされたものもあった。結果、二日かけて目撃情報を集めたのだが、面白いことが二つ分かった。が、その前に、その集落独自の埋葬方法について説明させてほしい。死んだ人間を棺桶に入れるところまでは変わらないが、その棺桶を、個人の家族が交代で担ぎ、近所の村人たちが鈴を鳴らしながら山の中腹あたりにある割れ目まで運び、棺桶ごとそこに投げ込む、といったものだ。その割れ目がかなり深いものらしく、そこに落ちていった棺桶は、山と融合し死者は大地に帰る、ということらしい。割れ目の縁には石の塔があるのみで、墓というよりは儀式の場所に近いものと聞いた。さて、面白いことの一つは、その埋葬方法から、普通の火葬し、墓に埋める方法に変わってから、山神様を見た者はいないということ。これは、山を信仰する儀式の風化により、山神様を信じる人間がいなくなったためだとも考えられる。つまりこれは集団催眠だと証明するにおいて、かなり強いカードになる。そして、もう一つ。外見が一部分以外バラバラだということ。ある時はイノシシの体だったり、人型だったり、羽があり飛んでいたりと、外見が一部を除いてバラバラだった。同じ一部分というのが、顔だ。すべて、石のような丸い顔に、白い苔が生えていて、ふさふさしていて目の位置には触覚のようなものがある、ということだった。
これも、インパクトのある部分以外違っているということ。つまりこれも集団催眠だと証明するにおいて強いカードだ。しかも、山神様は遠巻きに人を見ているだけで、逃げても追ってこず、追いかけると逃げ出すだけだった。つまり、話しただの、遊んだだの、直接的な接点はなく、遭遇者全員が、ただ見ただけであった。ここまで調べると、あとは儀式の場を見に行って、僕も探してみましたが現に山神様に会いませんでしたから、そんなもんいません、ということにしよう、と俺は布団に入った。翌日、バイクで近場のスーパーへ20分かけて行き、スポーツドリンクと、ポテトチップスの薄塩とコンソメ、ガム類、チョコ、おにぎりを買った。出発は午後2時を計画していた。話を聞くに徒歩30分ほどでその場所には着くらしい。一応聖域だということで、祖母に渡された線香と、買い込んだ菓子類をゆっくり詰めて、俺はその聖域に向かった。砂利道を歩き、沢を越えたところで、もう本当に森の中だった。何年使われてないのかわからないが、荒れ放題だった。俺はポケットからイヤホンを出し、携帯につないで音楽を聴きながら歩いた。木の根っこを踏み越え、笹を避けていきながら、地図を確認し、このまままっすぐでいいことを確認すると、俺はリュックの脇に刺してあったペットボトルを抜き、スポーツドリンクをラッパ飲みした。太陽が見えて、手を下ろして、前を向いたら、そこで30メートルほど先に山神様を見た。すごい不思議な感覚だった。ペットボトルを手に下げたまま、俺は硬直していた。人型だった。全身真っ白で、顔が本当にふさふさした苔のような白い何かで覆われていて、目があるところに触覚みたいなものがあった。口は見えなかった。森像だっけ？あれから目と鼻と口と色を引いて、触覚だけをつけたような感じだった。耳元で鳴っているはずの音楽も聞き取れないような、もう本当の無音だった。手足の感覚がなくて、目もそらせないまま、頭だけが動く、金縛りみたいだった。山神様も俺を見ていた、異常なほど体感速度が圧縮されたみたいに、長い時間があった。すると、山神様が視界の中で大きくなってきた。俺は山神様の全身を見ていた。山神様の手も足も動いてないのを確認していた。俺は立ちすくんでいた。足が前に進めるなら逃げ出している。山神様が大きくなっているように見えたのは、何のアクションもなくこちらに接近してきていたからだと気づいた。あと10メートルほどの距離というところで、唐突にあることに気づいた。今まで近づいてきたという例はなかった。もし、山神様が人を食うとしたら、今まで崖に落とされた棺桶の中の死体を食べていたとしたら、人里に糧を与えていたのも人間がいなくなり、死体を食えなくなるのを防ぐためとしたら、何十年も人を食えないで腹を空かしてたとしたら、俺が格好の餌としたら、歯がガチガチいった。距離はあと5メートルくらいだった。俺よりも二回りも三回りも大きかった。山神様の顔の触覚の下あたりの、生物であれば口がある部分が、もごもご動いた。ひ、という声が出た。何かが頭に触れた。
八つ裂きにされ、食われると覚悟した。寒しい。寂しい。寂しい。寒しい。俺にはそう聞こえた。気づくと俺はペットボトルを手に立ち尽くしていた。耳元で鳴る曲はスポーツドリンクを飲んだ時と変わっていなかった。俺は耳からイヤホンを外すと、地図を確認し割れ目の縁まで歩いた。石碑が立っているだけの、谷みたいな場所だった。俺は持ってきたポテトチップス薄塩の袋を開け、一枚取り出すと、かじった。そして、袋の端を掴んで、割れ目の中に巻いた。コンソメ味も開け、一枚食べながら、同じように巻いた。線香に火をつけると、地面に立て、チョコを半分脇に置いて俺はキロに着いた。結局、自分の体感したものが何だったかはよくわからないし、俺も調べていくうちに催眠にかかったのかもしれない。締め方がわからないけど、土着信仰ってなんか素敵だよな。第11話、喘ぎ声。昔、杉並区の愛公園というところの近くに住んでいた。そこを深夜、友人と買い出し帰りに通りがかると、女のエロい声が聞こえてきた。その公園は、丸太のアスレチックみたいなのがあって、結構敷地もでかい公園なんだが、そのアスレチックの中から聞こえるんだよね。あうん。あーん。はーん。って、こんなの遭遇するの初めてで、俺たちはバカだったから、公園でやってるバカップル見に行こうぜ。って院内まで入っていった。だが妙なのに気づいた。女の声がなんか変なのだ。ラジカセから流れるような感じの声。男の声はしない。至近距離まで近づいたけど、息遣いは聞こえるのに、動作音はしない。なんかおかしい、と思って、思い切って、アスレチックの中まで突入した。誰もいなかった。けれども、依然女の喘ぎ声は続いてる。さっきより近くから、ちゃんと聞こえてる。あーん、やーん、って。確かにアスレチックの中から聞こえてるのだ。俺たちは真っ青になって逃げ出した。夏なのにびっくりするくらい寒かった。他にも女の絶叫が聞こえてきたりすることがあって、俺的には本気で怖い体験だった。それ以外はとても気に入ってた街でした。第12話、怒られちゃった、じゃねえ。幽霊でないしすれ違いってか、いた違いかもしれないんで、先に済まそう。消防だった頃の話。俺の住んでたところはかなりの田舎だったんで、友達とよく山ん中で遊んでた。ある日、いつものように友達と、小学校の近くの竹林で遊んでいた時の話。竹林の中を進んでいると、近くからバラ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 。って感じの、気音にすると難しいんだが、たくさんの小石を竹にぶつけたような音がした。俺と友達はびっくりして音の下方を見たら、奥の茂みの中から、散弾銃抱えたおっさんが出てきた。どうやら狩猟の最中だったらしく危ないだろうが、みたいなこと言われて怒られた。俺と友達は、怒られちゃったよ、みたいな感じで、その日は帰った。そういえば、小学校裏の職員駐車場で何度か散弾銃の薬莢を拾ったこともある。
もちろん、小学校の近くの竹林も、小学校裏職員駐車場も禁用区です。当時は気にしてなかったけど、今考えるとガクブル。本日の会談は以上でございます。またお会いいたしましょう。